尿膜管は胎児の膀胱からの排出経路で最大に繋がっている尿膜が出生後、削状に残存したもの。この削状の残存物は横筋筋膜より前、腹膜より後ろの恥骨後暇にある。尿性食道のうち膀胱と尿道の間の部分は中腎管やこれに付随する腎肺形質の末端を吸収し、これによって 膀胱三角部や尿道前立腺部が発達する。膀胱と尿道の間の残りの部分は、膀胱や尿道前立腺部の一部となるが、最上部は細い管となって、へそまで伸び、これは後に、尿膜管が、小中へそ削を形成する過程で、痕跡なく消えてしまう。膀胱は発生した後、徐々に骨盤腔内に加工する。この際に、尿膜管は引き伸ばされて、 削上に延長しつつ、閉鎖する。尿膜管の内空の退縮閉鎖がうまくいかない場合には、尿膜管改造の状態が残る。膀胱の加工が不十分なこともある。へそからの尿漏れは、尿膜管依存の明白な兆候であり、改造する尿膜管は、下下手術により除去する必要がある。尿膜管依存は無症状であることも多いが、時に感染を合併して、 へそえんや農業を形成する。成人の約2%に、尿膜管依存が認められる。解剖学的には4つの形態がある。尿膜管は、新生物に侵されることもある。尿膜肝癌の発生率は0.14から0.27%と、され、膀胱腸部での頻度が高い。移行上皮癌ではなく、腺がんであることが多い。手術による、 主要的出術が第一選択であるが、再発率は約40%と高い。予防的に遺産尿膜管を切除することもある。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学第20版1213ページ本文が含まれています。ありがとうございます。